サンタナケリスは中世代白亜紀中期の約1億1000万年前に生息していた亀の絶滅した族。ハチュズナ、ソウユミアコウ、カメモク、プロトステガカに属する。属名はブラジルセアラー州アラリペボンチにある白亜紀の地層、サンタナ層より。種名はアメリカ自然史博物館の友人ギャフニー博士にちなんで命名された。命名者は 早稲田大学教授、平山蓮。以前は、最古のウミガメとされていたが2015年に、デズマタケイズパデラが、より古い年代から発見されたため現在は異なる。高長 145mm、全長約 20cm と、ウミガメとしてはかなり小型である。ヒレ状の前足を持つがサイズは小さく、特に第一、第二子は短い。 原生種ではほとんど失われている指を曲げる関節構造がはっきりと残るなど祖先である陸生の亀の特徴を色濃く残している。これはサンタナケリスが極めて初期のウミガメであることを示している。また、ウミガメは体内の余分な塩分を排出するために類線が大きく発達することで知られているが、このためず骸骨の形状も陸生の亀とは異なる。 この生物も類船を発達させている形跡が観察されている。このため、ウミガメの進化は類船の発達が先行し、飛脚は水中に適応して以降に獲得したものであるとされる。南アメリカ、ブラジルより化石が湿度。発見された標本は1体のみであるが、極めて良好な保存状態であったという。そのため骨格の詳細な形態が判明している。また、 この生物が発見された白秋前期末あるいは中期の地層であるサンタナ層からは亀やワニ、恐竜や翼竜の化石が多数発掘されている。ただし、ここで算する亀の化石は、ほとんどが極系アモクのものであり、線形アモクであるサンタナケリスが発見されたのは、極めて珍しいことであった。ありがとうございます。